ありがとうございました。竹田でございます。よろしくでございます。あ、この感じ久しぶりですね。この距離感ね、なんかこの距離感戻ってきた。戻ってきました。ただいま。あの、ヨシさんはね、ちょっと今日いいレース見せてもらったんで、いやいや、次なんとあの、駅伝ニュースさんから走る許可をいただきまして。なんだって。 3000m の最初の200だけを全力疾走出していいと。マジで、はい、最初それは何なん、それは何なん。ペースメーカー一応そういう話になってるらしいんですけど、結局全然そんな関係なく、はい、関係なくもう結構僕以外にも結構出る人がいるらしくて、それでも最初の200を全力出してると。ただそれでなんか、まあ、よくわかんないですけど、ちゃんと聞いてないからよくわかんないですけど、一着だと福男とか福男じゃないとか。なるほどね。早速今からアップ行ってきて、はい、って感じなんで、はい、まあ、頑張ってこい。相手がいねえだろ。相手がいるか。いや、わかんないよ。だい、任せろ。余裕。余裕すぎてきつい。まあ、皆さんの声援もこうやってちょっと後ろ見ていただけると思うんですけど、こうやってみんなね、めっちゃ応援してくださるんで、その応援を糧に、はい、では行きましょう。頑張ります、はい、頑張ります。あの、はい、先生、今から200前なんですけど、あの、円盤の日本記録落ちたっす。やばやばいっす。やばいね。が、僕と今から一緒に200で、はい、勝負です。勝負ですよ。で、ちなみに去年のいいっすか、一緒チャンピオン、はい、マックです。ここで日本記録保持者を倒せるチャンスが、僕がこんなに小さく見える時が来るとは思いませんでした。すいません。すごいな。よろしくお願いします。これをやる、戦う前にやられそうです。なんかもう、うん、やめてください。よろしくお願いします。怪我だけには怪我しないように。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。大型の OTT 200のラップを誰が取るか選手権、始まっております。ティングリプロジェクト、ありがとうございます。僕は残念ながら 100m の選手です。すいません。100m です。すいません。申し訳ございません。じゃあこれもう狙うしかない。もう狙いますもん。狙います。狙います。僕はだってもう所詮身長低いですから。そうですね。見てるから。そうですね。もう後ろ見ながら気持ちよくみんなで手振りながら楽に行きたいと思います。楽に。言うても東洋大学短距離。そうですよ。桐生と走ってた男。そうです。あの桐生が 4K 出ない時のアンカーが僕です。はい。めっちゃ喋るなこいつ。はい。狙いますよね。狙います。さあ皆さん、じゃあスタートライン。はい。スタートラインに移動します。周平。周平。一言。余裕。頑張れよ。はい、飛び抜けます。いいぞ余裕じゃないのいつ。負けない。おー DJ、 ラスト仕事。おーいこー。おーいこちょっと一回、スミさんのとこ行ってきます。そうだね。戦いは終わってないと。もう終わりだよ。終わってない。次回、スミさんと手押し相撲。最後までご視聴ありがとうございました。まあもう、完敗ですね、これはもう。今回の ODT で福男は、さっきも言いましたけど、譲ります。それはもう、もう譲ります。ありがとうございます。ちょっと一回、手押し相撲のちょっと最後にご視聴お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。